にちは、わさたかよです。本日は2024年10月の20日、今日から秋の土用が始まります。土用というのは年に4回あって、立春、立夏、立秋、立冬の前の18日間を指しています。この期間にはできるだけ土をいじらないということを言われているんですが、これを私たちの現代で、とても大事なことなので、今日はそこを整理してお伝えしていきたいと思います。まず土用期間というものはどういうものかというと、土の神様である土工人と言ったり土人と言ったり、言い方はいろいろなんですけれども、土に公に人と書いて土工人というふうに言ったりします。この神様がですね、この土に降りてきて、この土をね、活性化させるというかね、働かせている時期なんですね。で、その時期には、その神様がいらっしゃるところなので、土をね、触ることによって差し触りがあるので、土をできるだけ触らないというのが昔からね、言われているんですね。で、まず、私たちの、生活の中で今そんな土を触ることって少ないと思うんですけれども、例えばですね、いわゆる自分がちょっとガーデニングをしていたりだとか、まあ何かね、プランターでやってらっしゃる時でも、土を、移したりだとか、土を起こしたりとかね、そういったことにはまず向いていない。本当の土を触るっていう意味ですね。あとはですね、何か新しいことを始めるだとか、何か転居するとか、移動するとか、そういったことにも向いていないというふうに言われています。なので、まず家に関することで言うと、まあ、土を起こす、いわゆる地鎮祭だとか、土の、土地の基礎工事をするとか、土を掘り起こすとかね、そういったことは避けるということですね。で、それにちなんで転居するとかっていうことも、引っ越しをね、することも、避けた方がいい時と言われています。あとは何か新しいことを始めるとき、そして何か大きな契約をするとか、そういったことも避けた方がいいというふうに言われています。まあ、18日間ありますのでね、その間にやらないのはちょっとね、難しいかなというふうに思います。あとでね、そこの、クリアの仕方ちょっとお伝えしたいと思います。で、その新しいことを始める方の中に、まあ、お仕事を開業するとか開店するとか、あとは結婚をするとか結納をするとか、そういった新しいことを始めていくっていうのにも向かないというふうに言われています。なので私たちの生活の中では、例えば転職とかもそうですよね。で、引っ越しとか、こういったことが、この期間中には避けた方がいい時なので、できるだけね、ちょっとそこを避けてほしいなと思います。でも18日間ある中ずっとできないって難しいよっていうことがあると思いますので、その間にマビと言われるね、マービーと言われるものがあります。で、この日は、その土の神様が、ちょっといらっしゃらない時なので、その時に合わせて、やらないといけないことをやっていきましょうというふうに言われています。今回で言うと10月22日、10月24日、10月26日、11月3日、11月5日、この5日間はマビと言って、土の神様がいらっしゃらないので、今言ったね、こと、例えば引っ越しとか、ご結婚とかでもね、できるだけまあその時には避けた方がいいんですけれども、できればそのマビを選んでいただきたいと思います。今回の秋の土用は10月20日から11月の6日まで、そして11月7日が立冬ということになっているんですね。なので6日までの間、このマビを使ってやらなければならないことを交わしていっていただきたいなというふうに思います。夏の土用の時は皆さんよく聞くと思うんですよ、土用の丑の日にはうなぎを食べましょうっていうのだけは多くの人が知ってらっしゃると思うんですけど、実は秋の、土用の時は辰の日に他のつく食べ物を食べましょうというふうに言われているんですね。今回の秋の土用の辰の日は10月の20日です。なので今日なんですよ。なのでできればね、他のつく食べ物をね、食べてみていただきたいと思います。他のつく食べ物で言うと、
玉ねぎとか大根とかタコとかタイとか大豆とかね、こういった他のつくものを食べたらいいというふうに言われているのと、あと青いものを食べたらいいというふうに言われています。なので青いもので言うと、今の時期、まあ青物というかね、あのサンマとかありますよね、青魚とかね、そういったものを食べていただければいいかなというふうに思います。今日ね、今から間に合うといいんだけど、食べていただけたらというふうに思います。そして、ここからがね、ちょっと大事なところなんですけれども、私たち40代50代とかになってくると、体の方もね、変化が訪れてくる時になります。今までとね、特に女性の人は、体調の変化が出てくる時になります。人生軸上での変化が起きている時期、そして季節の変わり目であるこの土用というものに、大きなね、バランスを崩す、そういうリスクが隠れています。なのでできるだけこの土用期間にはですね、生活のリズムを整えるということをね、頭に置いといていただきたいなって思うんです。あんまり遅くまで夜更かししないとか、あとできるだけね、朝早めに起きてちょっと運動するとか、そういうね、あの自分の体を整えるための、まあ未来への投資だと思って時間をね、使っていただきたいなっていうふうに思います。で、私たち体を動かさないでいると、どん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 体は退化していきます。で、動かしていると、動かしている分だけね、使えるんですけど、動かなくなると、関節とかも動かなくなってくるし、筋肉も動かなくなってきます。できるだけ自分の体を、いつまでも元気でいさせるためにも、体は動かすっていう習慣をね、ぜひ今のうちにつけておいていただきたいと思います。これがやっぱり60代70代になってくると、そこから新しく何かをするっていうのは気力もそうですし、体の方もね、なかなかついてきにくいと思うんですね。なのでやっぱ40代50代のうちに、スポーツをするとか、まあスポーツまでいかなくても、体を動かす習慣、ストレッチするだけでも違ってきますので、できればね、毎日、体を動かすっていう習慣をやってほしいと思います。で、私がいつも毎日やっているのは、腕振り運動っていうのをやっています。これは本当に検索してもらうといろいろ動画とかも出てくると思うんですけど、本当に腕を振るっていうことをやってますね。で、前からこう後ろに腕を振るっていうことをやったりだとか、あと腕を回すっていうね、動きをしたりだとか、内回り外回りっていうのをね、やってます。で、これ本当にね、肩甲骨を動かすっていうことって私たちにとって結構大事なことなんですね。肩ってどんどんね、硬くなってくるんですよ。なんかシャレみたいですけど、なので肩をね、本当に動かしていられると、体の状態もね、よく保てます。もちろんね、足もそうですけれども、上半身ってね、結構固まってきて、年いってくるとこうなってくるんですよね。なのでできればね、本当に姿勢を良くしておくっていうことって、まあ年齢とともにやっていかないといけなくって、だけどどんどん難しくなってくるんですよ。だから年齢が高くなってくると、こう首がこう待って前になってて、こうぐるって背中が丸くなってるっていう人いらっしゃいますし、ここにねお肉がついてる、私もちょっと以前ついたのでね、ダイエットしましたけれども、そんな風に、体にね、だんだん変化が起きてきます。硬くなってくるんですよね。なのでやっぱりこうね、体を動かして柔らかくしておくっていうのはすっごく大事なことなんですね。なのでぜひね、やってほしいなと思います。で、できれば毎日同じ時間に同じことをするっていうのは、習慣化するのにとっても楽なんですね。朝起きたら必ずこれをやるって言ったら、それ何日か続けていくと、やらないと気持ち悪くなってくるんですよね。だから歯磨きをしたらスクワットするとか、いろんな方法を皆さん取ってらっしゃると思うんですけど、何か絶対毎日してることに合わせてやると続きやすいですよ。なので、これから新しいことを始める時ではないんだけれども、土曜期間はできるだけ生活のリズムを整えるということをね、やってほしいなと思います。あと暴飲暴食するとどうしてもね、消化に負担がかかるので、私たちね、なかなか体力も消耗するんですね。消化ってすごくエネルギー使ってるんです。なのでたくさん食べたり飲んだりすると、結構エネルギー奪われてしまいますので、できればちょっと小食にね、していただきたいなって思うのと、あとはよく噛んで食べるっていうことですね。私も時間が取れないなっていうことで、
パパッと食べてしまったりすることあるんですけど、ちょっとね、土用の期間中っていうのは少しいつもより多めに回数噛んでいただければなっていうふうに思います。あと、年齢とともにですね、ちょっと脂っこいものとかそういったものが、消化の負担になるっていうこともあります。もうね、ちょっと年を感じるかもしれないけど、やっぱりね、強いのは和定食ですよね。ご飯とお味噌汁と、あとメインのものとちょっとお野菜とかね、そういったものを食べる習慣をね、つけておいていただけたらいいんじゃないかなと思います。大きくね、踏み外すことがないと思いますので、それを基本として、あとたまに楽しむ時があるっていう風にしてもらった方が、体もね、整いやすいかなという風に思います。で、土曜期間中にね、体調を崩す方とても多いです。季節の変わり目でもあるので体調崩しやすいです。で、それが長引いて、その後、冬にね、なだれ込んでしまうということもありえますので、ぜひね、この秋の土用、体調崩さないように気をつけていただきたいなというふうに思います。で、私もね、できれば体調崩さないようにということでね、気をつけています。皆さんも一緒に気をつけていきましょう。では今回は土用についてお話ししました。ぜひね、10月20日から11月6日、お体気をつけて、皆さん一緒に健康で過ごしていきましょう。ではまたお会いしましょう。さよなら。